なんていうんですかね、言われたら逆上してくる、はい、なんか今年もあったんですけど、はいはいはい、ガラス割られてたんですよ、注意した人が。あ、注意した人か、はいはい、フロントガラススケボーかなんかでやられて、はい、水本さんが思う、はい、こいつはうまいなっていうプロサーファー、はい、名前を挙げるとすれば、森哲太と、はいはいはい、シーバジュンですね。あ、の2人、はい、それは、まあ、たくさんいるプロの中でなぜその2人が。まず森哲太はもう天性ですよね。うん、天性、はい、はい、もう生まれ持った才能が、はい、誰よりもズバ抜けてると思います。うん、はい、ただなんていうんですかね、彼もちょっと努力が嫌いなタイプでもサーフィンはもう本当ズバ抜けてたと思います。どんな波乗ってもうまかったし、はい、特に中部の波乗らせると、はいはい、もうかなわないんじゃないですかね、誰も。はあ、今でもと思います多分。あ、そうなんですね、はい、天性、はい、天才ですね。あ、天才、はい、ではもう一人のその認めるプロシーバジュンで、シーバジュンは、はい、まあセンスもあると思うんですけど、はい、そういう人たちを見てその常に努力をしてきたタイプだと思うんですよ。うん、ああ、で僕は、はい、その僕は最後現役回ってる1年2年ぐらいですかね、はい、シーバジュンと一緒に大会ずっと回ってたんですけど、はい、こいつ寝るの遅いなと思って、はい、寝るのが遅い、はい、トイレでもしてんのかなって思ってたんですけどネットだったら何でも言っていいって言われないですからね変態やなと思って、はい、である日突然ゴソゴソって音がしたから、はい、こうちょっとこそっと見てみたんですよ、はい、現場でも目撃して、はい、ストレッチしてたんですよ、なんかみんなが寝た後、はい、へー、はい、なんでとか言うの使えないじゃないですか今のいい話がいや、まあ、何とか使う方向でいきますけれども、すごかったんですよ、それを見た時に、あ、これが本当のプロサーファーなんだって。うーん、で俺は順に気づかされたんですよ正直、はいはい、もうプロサーファーでもいろんなタイプがいて、はい、まあ、やっていけばどうにかなるやって思ってたタイプなんで、うん、はいはい、でも順のその姿を見て、はい、これが本当のプロなんだって気づかされたのが純なんですよ、はい、ああ、はい、その時自分がこいつ何やってんだろうと思ってちょっとやらしい気持ちで覗いた自分がもう恥ずかしくなってなるほど、はい、でもじゃあその森哲太プロと、はい、まあ、シーバジュンプロ結構じゃあ似て非なるものというかタイプが全く違う、タイプが違うと思います僕は。うん、はい、まあ、純も飛んだりすごいトリッキーな技するんですけど、はいはい、中身のやってることはもう、うん、もう本当にあれが重なったら世界に行くんじゃないかなっていう。ああ、なるほどですね、と思ってこの2人、うん、やっぱり純はその初優勝した時も僕一緒に回ってたんで、はい、僕も優勝したいっていう一心でずっとしつこくやってたんですけど、はい、その純が優勝した時に、うん、もういいやってもう初めてなんかふわって力が抜けて、あ、はい、でそれっきりやめましたね僕は大会。あ、じゃあその、はい、まあ、プロサーファーとしての、はい、まあ、幕引きではないですけれども、はい、それをしたのはシーバジュンプロと言っても過言ではない、はいはい、やっぱり純すごいと思いますね。だから、うーん、今の若い子はなんか今世界とか、はい、いろんな目的する選手が多いと思うんですけど、はい、まずはシーバジュン抜かないと世界に行けないんで、うーん、はい、あ、確かにそういうことなんですね、はい、でもシーバジュンはそこまでして今の地位があるから、はい、それ以上のことをしないと純には勝てないと思います。うーん、はい、いや、もうここまで来たらぜひそのお二人にもいつかそうですね、ね、出ていただきたいなと思いますけどね、はい、さあ、そしてですね、ちょっと真面目な話というか現在、はい、串間市のサーフィン連盟の理事を務めてらっしゃると、はい、いうことなんですが、はい、こうなってくるとまたやっぱりその若い頃、はい、ね、もうやんちゃをしながら、はい、
ね、まあ、適当にという言い方はあれですけれども、まあ、楽しくプロサーファーとしてわーっと活動してきた時とは若干環境が変わってきたぞと、はい、そうですね、いうことですよね、はい、まあ去年かな、あの立ち上げて、はい、今年からこう活動しだしたんですけど、はい、まあ最、まあ、僕の目的は、はい、やっぱりその環境づくりですよね、うん、福島のサーフィン、はい、結局ビジターが多くて文句を言うローカルが多くなったんですけど、お、はいはい、でもそれは環境整備をしてないからそうなるだけ、はい、うん、と思ってるんですけど、はい、だその環境整備をした上で、はい、もっと受け入れましょうよっていう話でちょっと立ち上げたんですけど、なるほど、はい、あの、まあ、宮崎も本当に縦長でいろんなポイントがあるので、はい、まあ、それぞれのポイントでやっぱりいろんな、はい、そのまあローカルの人たちの考え方とかも微妙なやっぱり違いがあると思うし、うん、ありますね、はい、また全国でもまたいろんな違いがあると思うんですけれども、はい、まあ、全国と比べて、まあ、その宮崎の他のポイントと比べて、うん、福島っていうのはどんな風に映ってますか、そのポイントの雰囲気というか、まあそのまあ、僕の考えはなんですけど、はい、その今の時代来るなはないと思うんですよ。昔のローカルってやっぱり厳しいイメージがあるじゃないですか、はいはい、やっぱこうできるだけ受け入れてあげる体制を作らないといけないと思うんですよね、うん、でも宮崎、まあ、僕は県南なんで、はい、県南のローカルを見てるとやっぱりオープンなんですよね、みんな。あ、オープン、はい、はいはい、ここに入るなとかそういうポイントはないと思うんですよ、はい、でもやっぱりそこでその秩序を生み出す人たちがいるんで、うん、はい、やっぱうるさくなってしまうっていうのが現状だと思うんですよね、うん、はい、うん、やっぱりそのサーフィンっていうスポーツもそうなんですけれども、うん、この自然をフィールドにするスポーツ、はい、例えばその、まあ、サーフィンもそうですし、あと、はい、まあ、登山、山登りとかもそうなんですけれども、はい、それをやってる人たち、もともとやってた人たち、はい、まあ、お気に入りの山があって、はい、やっぱり人がいなくて、はい、気持ちよくてそのね、その空気感を味わいたい、はい、でもそこにそれがメジャーになると、はい、今の富士山じゃないですけども、はい、やっぱ乱れてしまうっていうのはもう避けられない、はい、そうです、避けられないと思うんですよ、これからですよね、はい、うん、でもやっぱりそこの受け入れ体制をしっかりやっとけば、はい、やっぱ来る人来る人がみんな浸透していけば、うん、まあ、そんな甘い話じゃないと思うんですけど、はいはい、まあ、こちらはやってる、こう受け入れをちゃんとしますっていう体制で受け入れてあげれば揉め事も減るんじゃないかなと思ってるんですよね。うーん、まあ、例えば福島としたら、はい、そのもう駐車場とかほとんどないんで、そう、そうですね、確かに、はい、だからいきなり来て駐車場がわからない、うん、違うとこ止めた、追い出されたっていうのが今現状なんですけど、はい、だからそれこうここが駐車場ですよとか、うん、ここに止めて入ってくださいっていう案内がやっぱり今までできてないんで、うん、まずそこからかなと思って、うん、で、まあ、連盟っていう形を作らせてもらって、はい、まあ、地元のサーファーとかに協力してもらいながら、うん、これからその、まあ、宮崎県そしてまあ福島もそうなんですけれども、はい、どんな風にこう変わっていってほしいなっていう、なんか漠然としたというか、うん、まあでも難しいですけどね。いや本当これはなかなか難しいと思うんですよ、はい、僕はやっぱりこう若いプロサーファーのことを考えると、はい、もっともっとオープンにして、うん、もう大きな企業が注目してもらって、はい、うん、やっぱり地元の若い子たちをサポートしてもらいたいと思うんですけど、うん、はい、まあそのオープンにすればするだけやっぱり ISA の、まあ、そうですね、はい、あとですかね、はい、すごいんですよ今揉め事があった、はい、あの、まあ、これ YouTube で配信していて、はい、多分、まあ、全国の皆さんが、はい、まあ、ご視聴くださっていると思うんですけれども、はい、どうなんですかね、まあ、我々も県外に行けば、はい、まあ、ビジターですし、はい、まあ、ポイントそれぞれで、はい、もうビジターになったり、まあ、ローカルであったりするんですけれども、うん、そのビジターとしての心構えじゃないですけれども、はい、それアドバイスするとすれば、うん、俺はな、まあ、単純に仲良くしたらって感じなんですけどね、うんうんうん、でも今のビジター
の方ってこう怒られるっていう前提で構えてきてる人が多いんですよ。おはいはい。じゃなくてもっとこう地元の声を聞いて、はい、なんかうまく立ち合えばいいのになって思うんですね。立ち回れば、はいはい、なんか怒られるのを構えて、はい、喧嘩腰で来るビジターが多いと思うんですよね。構えて喧嘩腰、はいはい、わ僕は印象はちょっと違ってて、はい、もう何が悪いんだっていう、怒られて構えてるんだったら、はい、まだちょっとこう、はいはい、考えてくれてるんだっていう気がするんですけども、はい、そこをなんかこう何も考えずに来てるビジターの方がなんか揉め事を起こしてんじゃないかなっていう気がするんですけれども、まあそれもあるかもしれないですね。まあ、僕が結構思うのは、はい、なんていうんですかね、言われたら逆上してくる、はい、なんか今年もあったんですけど、はいはいはい、ガラス割られてたんですよ、注意した人が。あ、注意した人か、はいはい、フロントガラススケボーかなんかでやられて、はい、はい、そういう人がいるからやっぱりなんていうんですかね、閉鎖的にならざるを得ないですよね。まあまあそうですよね、はい、じゃなくてもっとこうなんかコミュニケーション取って、うん、入っていいですかとか、はい、いい波ですねって一言声かけるだけでも全然違うと思うんですけど、そのまあ入っていいですかって言って、はい、いやなんだよお前っていう人はいないと思います。いない宮崎には、うん、もう全然みんな優しい人が多いんで、はい、ローカル、うん、それやったらもう看板立ってると思います。ああまあ確かに、うん、ここに入るなとか、はいはい、要はお互いに何て言うんですかね、うん、まあ、お邪魔しますっていう気持ちと、はい、ようこそ宮崎へ、そういう気持ちが重なれば、重なってないですよね。うん、なんか海は誰のものでもないだろ感で来られると、そうそう、こっちもなんだよっていう感じになる、感じになる、はい、そこが、はい、やっぱり問題の元々の出発点というか、はい、だって誰の身でもないのに整備してるのはこっちですからね。まあまあ確かに、海拾いとかして、うん、そこをしっかりやっぱりお互いの何て言うんですかね、意思の疎通みたいなものがしっかり取れれば何の問題もまあ発生しないのかなと。でも難しい問題ですよね。これはなかなか、まあサーファーが集まれば必ずこの議論になるんじゃないかなっていうぐらい、まあ賛否両論あると思うんで、やっぱり答えは一個じゃないとは思うんですけどね。入らせるなっていう人も多いし、そこはまあ今後、まあ、常に課題として、はい、まあ、残るところなのかもしれないですね。はい、さあそれではですね、まあ今後のまあ活動といいますか、はい、今現在いろんなサーフガイドとかまあスクール、こちらは大好評というふうに聞いてますけどそうですね、はい、おかげさまで、はいはい、まあ、今、サーフガイドをメインで、はい、そのやらせてもらってるんですけど、はいはい、お客さんをまあ安全に、うん、その空いてるポイントを揉め事がないように、はい、こうサーフィンさせてあげたいなっていうのがあって、うん、はい、でやらせてもらってます。このでもガイドの仕事って、まあ、前回出てもらった秋元翔平プロもやってますけど、はい、結構プレッシャーじゃないですか、県外とかから来て、そうそう、波がプレッシャーです、波ないけれどもみたいな、はい、結構プレッシャーですまあ、変な話、全然波なんかなかったこととかあります。もうどこもクローズでとか、はい、そういう時は何して過ごすんですか、そのお客様と。僕はもう前日に一応告知はしますね、どうされますか。あ、その、はい、まあ市内とかだったら、はい、まあ、全然問題ない、はい、県内だったら、はい、県外となるとなかなか、そうですね、はい、で僕はまあどちらかといったら県南に強いタイプなんで、はい、そのいくらでもいくらでかくなってもできるとこを知ってるんですよ。おお、はい、心強いはいはい、そういうとこにも連れて行ったり、はい、それはもう初心者でも入れますね、入れるようなポイントを、はい、これはだからやっぱもう地元の、そうですね、ローカルならではの強み、はい、ね、はい、だからまあよっぽど逆に波がない時の方がちょっと苦労するかなって感じですね。まあまあでも、はい、まあ、どんなお客さんでも、はい、対応できますよ、まあ、
はい、断ることもたまにあります、ね、そうか、ちょっと厳しいなはい、そうですね、なくはないぞということでございます。はい、はい、ではちょっとなんか今後なんか思い描いてる、まあ、夢みたいなものを最後にですね聞かせていただけると。まあ夢というか、はい、なんかサーフィンを続けてたいですね、はい、ずっと、どんな形であれ、はい、まあ、それだけかな今は。あ、もう、はい、生涯 現役というか。そうですね、もう波乗りがし、やりたいと、はい、毎回コンテストに出ようかなぐらいですよ、うん、あ、コンテストに復帰、はい、あ、これ皆さん聞きました、はい、聞きましたよね。もう一回ちょっとあの、はい、全日本からやり直そうかなと思って。お、全日本に出れるかどうかも分かんないですけどいや、これは皆さんもう、はい、今後のじゃあ水元講師さんという言い方になりますけれども、はい、まあ、口だけなんで期待しないでぜひまた活躍を、はい、このファンライドでも追っかけさせていただきます。ありがとうございます、はい、今回のファンライドトーク、水元講師さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。